バウンドしたところ佐藤亮が追いかけます。マイボールに佐藤亮が中見た。長井は、はい、長井を受けたがってましたけど今そうでしたね、はい、さあただここチャンスになりそうです。ルキアン反転できればというようなところでしたが高さが残っている状態ですが、さあ福岡攻勢に出られるかどうか。逆サイドで前島が両手を上げています。狭いところ佐藤亮が小田も上がってましたが前に戻した。中山岸がいる。山岸落としたところ、もう一度佐藤亮が打てるかなというところでしたが、ルキアンポスト佐藤亮がキックフェイントから下げました。小田前にはルキアンがいる。スペース佐藤亮が追いついた。今野が後ろで呼んでます。その今野中グローリも上がってます。ワンタッチ前グローリ下げて小田足元で呼んだ佐藤です。その奥ルキアン佐藤亮がのスプリントですが、その前で藤井が対応。倒れたところは笛はありません。守るかランゲラック。佐藤亮がの右足です。同点追いついた福岡。今度は右で上げるか左で上げるか、いや下げて前だ。前のクロス向こうサイド佐藤亮がの折り返し。名古屋の J1 通算1500得点ということになりました。ユンカーが決めるんですね。